君は危ないからトイレに入っていてくれたまえ。ちょっとトイレに隠れてて危ないから。硬い。よっしゃ、行きましょう。はい、お願いします。お願いします。皆さん、ミュート気をつけてね。ディスコードの、ごめんなさい。なんか怖い、なんか怖い、なんか怖い、なんか怖い。ちょうだい、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 きたー。おー、焦った。まあ、こんにちは。うわ、絶対右に行くまんや。で、これ、波動砲が来る方向、わかります。いや、マジ？見ててくれ、これ。おしょおしょ、見て。波動砲来る方向がわかるまんだよ、これ。これ、波動砲来る方向、わかるまんです。すごい。どっちから来るの？うわ、左から来るの？見ますよ。うわ、うわ、すごいすごい。すごい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 。ちょっと待ってね。あ、ちょ、感じる。あっちから？感じる感じる。そろそろ来る？ここから来んの？やばい、右に逃げて、右、右に逃げて、左から来るから。右、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 危ない。大丈夫？あ、大丈夫ですわ。大丈夫だった。よかったよかった。大丈夫でしたわ。お嬢。代わりにやっといてくださいよ。お嬢、お嬢、お嬢、ちょっとアドミを見よう。アドミ見ますか。アドミ見ないと。一緒にアドミを見たってことで。はい。打つ方向を決めてください。これはロールプレイングゲームです。プレイヤー情報。左。平坂メイ。どこに向かって打ちますか。左。どこに向かって打ちますか？そりゃもうね、あれよ。あ、なるほどね。そりゃもうリアクターですわよ。リアクター、承知いたしました。それでは。やった！やばい、見られた！見られた？あ、見られた？みんな無事か？誰が見られたんですわよ。誰が？ねえ。もらっちゃったもんね、プレゼント。それ以上はダメねー。もらっちゃったもんね。あ、ヒューヒューってこと？神エですよ、私は。ハッチャンはヒューヒューってことですか？いいんですか、本当にもらっちゃったのですけど。はいはいはい、はい、五郎さん。本校は急に始まったな。ハッチャンは？あっちゃんはボタンこれ波動砲では死んでないです。なるほど、ボタンだね。貨物の2人が撃ってます。波動砲は一応アーカイブにいたんですけど、ね、僕はあの波動砲が来る方向が分かるんで、この矢印の方向から来るよっていう話をして避けてもらいました。さすが兄さん、素晴らしい。その矢印の方向にいる人は俺の隣にいる人がインポスターで接触してるぞ。あ、嘘です。本当だ。でも俺は見てください。猫です。猫だな。猫ではある。猫だ。ちなみに僕の矢印向いてる人2人が同胞かもしれないです今。さすがです、兄さん。お気をつけください。なんだって。じゃあ。でもその後指瀬戸さんではないから、その後指で刺してるので、うん、波動砲とインポスターです、この2人。でも見てください。です兄さん。でも見てください。猫です。猫だ。猫ではある。あ、どう考えてもビルゲッサーで猫で撃ってもらったら殺傷能力のある猫かもしれないですから。ビーム撃ってるタイプの猫だって。ほら魚2匹殺してるぞ。もほんまや、波動に目覚めて刺してるなこれ。あら、確かに。じゃあそんなこと言うならお前ら今年一生猫魚食うなよ。猫は食わないですよ。猫は食わない。魚は食わしてくれない。猫じゃないから。神だから。でも見てください。猫です。猫ではある。猫やな。猫だ。違うか。でもそうするとネロちゃんとミサトランちゃんのその矢印が意味なくなっちゃう。まあ、でも嘘ついてるんで。僕は波動砲ジャッカルを絶対に見つけるんで、言うこと聞いてください。さすがです、兄さん。猫です。わかりました。どこさん。はい、気をつけてください。一生
追いかけますからね。絶対に死んではいけない。あ、矢印だ。あ、矢印が向いてる。いや、まだ感じない。まだ感じない。これもし一遍に持ってほしいな。なんだろう。感じるな。あ、コックピットだ。やばい。マジ？緑、黄、赤。コックピットだこれ。うわ、感じる。コックピットか。感じる。ん？いや、待って。え？違った？あ、しゅうさ、貨物だ。あ、違う？こっちなん？感じる。感じる？感じる？すごい。お、感じます。なかなかちょっと。どっちどっちどっち、あ、感じますか？このゲームの趣旨を知っていますか？うん、なんだろう、このゲームの趣旨ですか？この船を直すこと、うん、それがクルーの脱出条件ですね、はい、船を直す、はい、この船は、この船は目的地点に、はい、あ、生徒チャゲポヨさんが、僕じゃないです、お嬢様です、チャゲポヨさんが、チャゲポヨさんが瀬戸さんを、お嬢様か、お嬢様ペンギンです、チャゲポヨさんが瀬戸さんをあれしてました、あれ、お嬢様が瀬戸朝日を無情にも引きずり回した挙句殺していました。でもそう見せかけて実はチャゲポヨさんがやってました。でもやっぱストーリー言ってくんないとちょっとわかんない。ストーリーね、入らんすよね、うん、でも今回矢印が向いてるのがメイ様になったんで、そうだ、あった、そうです、ほんとだ、ほんまや、ほんまや、だからミサトランは指も刺されてる。いや、これもしかしたらですけど、瀬戸さんがいる場所に私がいるってことは、で、瀬戸さんが死んでるってことは、次に殺されるのが私っていうこと。賢い。なるほど、確かに。じゃあ、はいはいはい、なんで名誉女様はレポートをしなかったんですか、はい、間に合わなかったんですのよ。確かに、あまりのことにびっくりして、だってあまりにすごい速度でチャリポヨさんがめっちゃ走るから、なんか走るのがやっぱ早いから、うん、チャゲポヨさんは走るのが昔から早く、なんかリーダー的な存在でめちゃくちゃ怪しくなってきた。それはいつからですか？めちゃめちゃモテモテだったんで。それはいつからですか？それくらいモテる人の足の速度には勝てないっていうか、うん、だから、うん、間に合わなかったんですのよ。瀬戸さんどうして死んじゃったんですのよ。わざとらしいな。あんたが引きずり回したからだよ。ちょっと誰も私のこと信用してくれない。ペンギン、やっぱりほらクラスの中心人物みたいな。ペンギンってこと？そういうね。ピチピチ、ピチピチ。あ、ペンギンやな、これ。これペンギンじゃん。何言ってんのよ。ペンギンやるぞ、こいつ。あ、え、じゃあ。じゃあ、チャゲさんじゃん。じゃあ、チャゲさんや。違う。じゃあ、チャゲさんや。これまたあれだよ。あの、いびげが、あの、味方かわいそうだからって殺しちゃったやつだよ。え？そんなことをしますか？ペンギンなんでしょ？チャゲさん。いや、本当に名誉女様ペンギン。これは早々たる身内切りですよ。え？いや、信じてほしい。いや、本当だね。本当だ。まさかね。チャゲさんではないですよ、これ。え？え？チャゲさんではないんですよ。もう結構入れちゃってますよ、これ。これ、だからチャゲさんは死ぬでしょ？チャゲさんではないってことだけ。チャゲさんが死ぬってことはチャゲさんじゃないってことか。ああ、私も死ぬんですよ。さようなら。まとめるというと、ラバーズということですね。何？ここに死体があります。皆さん。聞いてください。ここに死体があります。聞いてください。ここに死体があります。はい、見えております。おい、京子さん。はい。あなたの望む力を僕が発揮しましょう。何ですか？アドミを見よう。あ、私。遠いな。君が望むところに僕が、え、なんだろう、これはラバーズ、うん、
実は最初からありました。最初からあったんだ。なんかあるけどいいやと思ってスルーしました。死体は貨物ですね。貨物の階段降りたところぐらいに転がってたんですけど、だからチャゲさんがラバーズで釣られたから死んだんでしょ。うん、あバグだよね、多分ね、うん、多分バグだと思う。スキップ入れます。はい、はい、隣いなくなったね、インポスター。そうなんや。これポンゼロ陽子さん、はい、あなたが望むところに私が力をこうしましょう。これで貸しなしだから ね、 ね、仲良しってことね。君が望むところに打ってあげよう。すごい、私強い力が好きです。聖なるパワーを手に入れたというわけだね。素晴らしい。そしたら一直線に打ってくれませんか。どこにですか。どこに。ど真ん中。ど真ん中でいいんだね。はい、わかりました。それでは。でもいいですか。構わんよ。すごい。君は危ないからトイレに入っていてくれたまえ。わかった。それでは真ん中に向かって打ってくるね。今の波動砲はどっからだ。あ、ネオンちゃん感じるぞ、波動砲の力を。どこからだ。どこだったんだろう。どこだ波動砲は。ネオンさん、こっから急にやりました。今見つけてください。あ、はい、こっから急にやりました。波動砲をなんとか見つけてください。ネオンさん、こっから急にやったんですか。ネオンさん、あ、そう、こっから急にやりました。ちょっとヒントを探してくる。あ、誰だ。腕が伸びるね。あれ、死んでる。誰がやったんだ。一体誰が。ハンバーガー。あ、え。あ、なんでもないです。あ、でも矢印は旗底向いてんだよ。旗底さんかほな。え、波動砲はどこに飛んでいたか見た人いますか。宝箱です。下の電気室ではなかったし、絶対メインでもはでもない。わかんないですね。上側アーカイブとかメイン屋さんとポンズではないから波動っている人は。ネロちゃんの矢印の先っぽからじゃないですかね。ああ、うん、それだ。ネロちゃんかレレさんしかいないですよ、もう波動ホテルの。うん、ほんま。確かに。ほな、ネロちゃんか。ハンバーガーだから一人。ハンバーガーじゃないです。まあ僕も頭の周りハンバーガーではある。うん、バンズだ。バンズ、ね、ネロちゃんですか。波動ホネロちゃんかな。ネロちゃんか。喋ってますよ、ネロちゃん。はい、チャオ。私はネロちゃんの後ろに合体して歩くんで、次のターン。わかりました。それで安全を確保します。はい、もし、じゃあ、わかったわかった。これで、波動砲が出たときに、はい、俺だったら、もうポンツ正直に言ってほしい。はい。会議ボタン押していいから。わ、はい、かった。ただ、俺は波動砲が来る方わかるから。なるほど。なんでわかるんですか、はい、合体します。完成するんで、完成します。ネロちゃんと合体したら。うん。はい。了解です。任せてください。冷静に。おい、ミサトラン入れてるだろ、これ。矢印にしか入れらんない病気みたいな。完全にそうなってるな。なるほどね。え？なるほどね。ミサトラン。おうちゃんいる。ミサトラン。お前、俺の力使ってみないか。どういうことですか。俺の力、お前に託したいんだよね。わかりました。どこに打ってほしいか教えてくれ。え、私が言うんですか。はい。はい、宝箱なんで大丈夫です。
てほしいか教えてくれ。早く。ここです。そうだね。ちょっとトイレに隠れてて危ないから。見るぞ。あなただ。合体！これだと私が撃ってるように見えませんか、ネロちゃん。おめえじゃねえかよ。おい、ネロ、ここに死体があります。これ、これ死体。お前ら残念だったな。お前らあとはそうだよな、だってハドホイよくもやってくれたな。直しに行かないと、直しに行かないと。ああ、ほほほ、しちゃうか、めんどいから。ちょいちょいちょい、うん、あー、ナイス。すごいですよ、これもう。うわ、読まれたな。おー、やば。ハドソコ殺したら勝ったのにな。どうします？はい、僕ずっと左側のリアクター直してました。じゃあ、レレイさんにします。え、待って待って、ハタサコがあれだよね、はい、なんだっけ、あの村長だよね。はい、だから、ポンちゃんにシェリフあげてるから違くて、はい、僕が切ったんで。ネロちゃん切ってるもんね。じゃあ、レレイさんしかないわ、はい、え、レレイさんしかない。ハタサコが村長じゃないと、ポンちゃんはネロちゃんを切る能力が手に入らないから、はい、うん。これって残ってる役職って何ですか？インポスターじゃなくて、あのあれ第三陣営の方？いや、もう波動砲はいなくなりました。波動砲はネロちゃんと連結してですね、パワーを与えた結果ですね、ネロちゃんが放ったんで、カクロです。ああ、そのまま私が後ろからさばきました。はい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 、で、畑迫さんが何でしたっけ？村長で、村長。私にくれてます。ということは、はいはいはい、あなたが犯人だ！宮さん。あなたが犯人だ！あなたしかいないんだ！なんで、メイヤさんが？メイヤさんの可能性は？いや、僕は一緒にいたんだよね。ないんです。ないというのはどういうない？ 100 万回私を殺すことができた。そう。でも、この状況で白を主張できるんだったら殺さないという選択肢もあるんじゃないですか？最終盤で。確かに。確かに。でも、確かに。はずはない。あと、僕、マジでずっと左側のリアクター直してましたよ。本当にこの回。優しい。ずっと左側の矢印、なくなってたと思いますよ。キルしてないですよ、僕、1キルも。誰も確認できないんだ、それは。あ、そうなんだ。じゃあ、宮さんだ。宮さんに入れます。これ分かった、ポンちゃん。嘘です。ポンちゃん。はい。畑迫さんの可能性ある？畑迫に入れます。だったら僕、あそこで切って。え？畑迫さんの説あるの？うわ、宮さん、スキップで畑迫をしまきましょう。畑迫説あるよな、畑迫説あるよな、これな。打って勝ちですよ。強い。切って打って勝ちですよ。畑迫さんや。しまこう！レレイさんだ。指刺されたし。レレイさんです。あるよな、これな。これはレレイさんです。ハタサコ、ハタサコてめえか。あ、これハタサコ入れないのか。ルルイさん入れて。ハタサコ。これポンズスキップ。面白いんじゃない？僕はハタサコに入れました。嘘でーす。スキップ入れました。メイヤさんに入れてます。ハタサコ。俺はハタサコ。イエーイ。撃ったんだ。あ、そっか、メイヤさんセリフだ。ごめん。ミスった。ぐちゃぐちゃになったな。ぐちゃぐちゃ。そうだ、レレイさん、村長だ。いや、レレイさんがインポスターだったら絶対俺の、俺じゃねえや、サタサコ打つから。ポンズがスキップ入れてるから。ナイスナイス。ポンズがスキップ入れてるから、ポンズ村長で打つのやめたと思って、クルーで打ったらメイヤさん間違えちゃった。目の前で切ってんのに。なるほどね。ぐちゃぐちゃになっちゃった。いや、セリフ、セリフで打てないから、イミリが。あ、そっか、そうそうそう、潜伏してたな、ずっと宝箱で。そう、レレイさんにクルーで打ってスキップすればよかったのか。そうだね、なるほどね。マジで危ないよ。そしたら切り合い勝負やばいな。はい、ペギーやばすぎるな。ペンギン対抗、マジで対抗打つのやばいよな。ついに打てないもん、あれ打たれたら。でもあれね、トイレでやられた組、信じてれば生き残ってたんでね、出なければね。いや、すごかったね。私は、京子さんは信じてて、いましたよ。ミサトルは信じてなくて、そう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 。それを信じました、僕は。そう、さすが。心理を完全に読んだハドホッツ。読まれた。